妙高氏寺は、福井県蕨市にある日蓮州の寺院。三号を、梅正山と称する。本尊は、釈迦如来。海山は、溝江町一の社程の弁営院美衆承人で、京都市の県本北家修明万寺の旧末寺。重視法縁。一気に攻められて死去した溝江市一族と加賀の都賀市、大春夫妻一家の霊を祀る菩提書で、溝江屋方跡,跡の近くにある。 溝江氏は溝江豪金津を発祥とする豪族であったが、南北朝以降は、地頭としての地位にあり、戦国期には守護職朝倉氏に仕える家臣であった。加賀からの一行一騎侵入に悩まされた朝倉氏は、加賀との国境に、岡田氏、細野木氏、堀江氏、溝江氏、武蔵氏、北村氏、深町氏などの家臣団を展開配置して、防備に当たらせた。 溝江氏は、その館が金津に立地していたことから、北陸街道が通る幼少の地である金津の防衛を担当した。溝江館は、幅も深さも、堀として十分な機能を持つ武田川が前を流れる自然の、要外であった。溝江氏として資料に最初に、名が登場するのは、溝江影一、溝江町一の親子二代の上主である。溝江親子は、 くずりゅうの戦いをはじめとして、侵入する加賀の一向一家を何度も押し返すことに、成功するが、天正元年8月、朝倉氏が信長の一城谷攻めで滅ぶと、越前に潜んでいた、一気勢は一斉に放棄し、これに、杉浦一気率いる加賀の一気勢が加わり、総勢2万余に膨れ上がった首都は、天正2年2月19日、金津城へ押し寄せた。敬一親子は、 最後の時が迫ったと判断し、家族や家臣、明高氏自弁栄坊、名園坊委員会、東前寺秀勝尾章、創生坊、小泉東左門、藤崎倉之助、市川左上伏三人、一気に追われて、加賀から避難していた、戸賀氏大春夫妻ら三十四人が枕を並べて、自害して果てた。この落城の一部始終は、以下の自生の句と共に資料に残っている。 妙高主寺の過去帳には、この時応詞し,した、溝井一族や氏大春夫妻の法名が記され、末尾に皆同日阻止とある。なお、溝江朝一の長男町長は単独で攻撃からの脱出に成功し、信長、秀吉に仕えて金津城を復興している。その市長バレは、彦根藩池に藩主として仕え、全国各地に溝江氏の末裔を残すことになった。 戸賀氏大春も、幼い三男家春を、家臣たちに託して脱出させた。家春は、加賀の石川軍、お市の村へ落ち延び、名前を戸賀氏から後藤に変え、明治期まで、加賀藩の銃、村役などを務めた。昭和16年、日蓮州、あらは、本北家州、本門州の三派合同により、日蓮州に所属する。大乗院寺社雑事期。 溝江万所敬遠の子赤字かろ六、朝倉島月。ありがとうございます。